ンポン。離婚をする理由として価値観の不一致が大きな要因の一つだそうです。ああそう、ということは何なの。あかりちゃんと先生の価値観が一致しているか確認する必要がありますね。いやいや、今の流れだと関係あるのはこれから結婚するカップルとかやろ。うちらには関係あらへん。それはその意味深な表情をやめろ。失礼、お詫びとして背景変えときますね。少女漫画のようなキラキラシャボン背景やめろ。こっちも捨てがたい。捨てろやボケ。とりあえず価値観チェックしましょう。はい、題して夫婦のラブラブ相性度チェック。タイトルがおかしいだろうが。いいじゃんいいじゃん、まあ別に暇やからええけど。わーい、では第1問。笑うツボが似ている。なんで今笑ったんだよ。あかりちゃんあかりちゃん、なんやねんこのツボ。3000円でいかがですか。いらん。なんでそんなツボをうちが買わなあかんねん。待ってください。なんやねん。実はこのツボ、はい、こんな感じでさせるとなんと手のツボが刺激されるという優れもの。このツボ外側に機能あるタイプなので、このツボは結局なんや。今朝怪しい人に騙されて買いました。はい、え、お前これ騙されて買ったの。いくらね。2000円。妥当だよ。しかもお前何ちゃっかり1000円の利益出そうとしてんねん。しばくぞ。ごめんなさい。からのゆすきゆかり2が華麗に